ソアリングドラゴン、少々竜は、中華人民共和国の生徒引き設計研究所が設計し、機中航空工業集団有限責任講師が生産する高高度長時間対空無人航空機。翼留や利権などの無人航空機とは異なり、アメリカ合衆国のグローバルホークに相当する純粋な偵察機だが、対艦弾道ミサイルと巡航ミサイルを標的に、 誘導する能力もあるとされる。2006年の主海エアショーで模型が初公開された。模型には、生徒引き設計研究所の略であるキャディのロゴがマーキングされており、同研究所が設計に関わったことが示唆されている。2011年に、中国人民解放軍空軍のラウンデルが、マーキングされた黒塗りの塗装の技術実証機の写真がインターネット上に掲載され、 2013年には技術実証機の特徴であった尾翼の結合翼を V 字尾翼にするなどの改良をされた機体 EA-03 の動画が撮影された。2017年、チベット自治区のシガ月空港で配備された。2019年7月、台湾海峡を通過したアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦アンティータムを監視する任務で初めて運用された。 主翼は、高アスペクト比の後退翼、低翼配置となっている。主翼翼端にウィングレットが取り付けられている。水平尾翼は、主翼の付け根から翼端に向かって、およそ3分の2の位置で接続する結合翼を採用している。ランディングギアは引き込み前輪式である。ターボファンエンジン1機、形式不明、動作ルインテークを採用している。 おそらく監視及び小準用センサーを搭載していると思われる。詳細は不明。機種上面のバルジ部に衛星通信アンテナを搭載。ありがとうございます。